さんどうも、動画のアップありがとうございます。いや、なんていうか、恐縮ですね。えー、いろいろと高く評価していただきまして、本当にありがとうございます。まあ、世の中には、まあ、いろんなね、価値観がありますんで、えー、まあ、私のことがね、まあ、大嫌いという方もいると思うんですけども、こうやって、えー、おもんぱかってくださる方がいるということでね、まあ、釣り合いが取れてるのかなと。うん、まあ、何よりもね、もナミさんは、本当はなんか、後半の動画で、 おっっししゃってましたけども別々のところで別々の、まあ、ご縁でね体の枝を購入することができてそして今に至るというところでねまあ似てるところがあるなと。というのが体の枝って全ての国民に知らされたわけじゃないですもんね。一部のマニアックなしかもまあ言ってみればね持ちかけたら「あ話聞いてみるよ」っていうふうなノリの良さそうな人に多分。 体の,枝の営業マンも声かけてると思うんですよそれとかね影響力のありそうな人とかちょっとお金持ってそうな人とかねこういった、まあ、どっちすかずの話が好きな人とかね <laughs> で私もそうだったんですよね当時ね、あのー、速課塾の運営をしながらそのネットワークビジネスの、まあ、セミナーとかにも参加してそこでねあわよくば速課塾の宣伝できないかなと思ったところに「カラダの枝ダのプレセール」みたいな話があって。 そのセミナーに来ないっていう風にねこれネネットワークビジネスの延長の人に言われたんですよねうんだからその情報発信とかあと未来のこう通貨革命をまあ勉強するみたいなねそんなところではなくってねえ本当にいつもだったらあの化粧品とかねコスメとかあのあれですよサプリメントとかああいうのを紹介してる人に「いや久保さんね今回のはすごいよ」っていう風に。 ネットワークももすすごいいよよっていう風に知らされたんですよねでねネットワークビジネスのまあなんですかねセミナーでカルドネーダー紹介されて購入金額の5%のビットコインをプレゼントしますよって言われたんですけどビットコインっていまだにねいただけてないんですねおかしいなと思いますけどね、まあ、とにかく似たような、うん、そんなね貴重なカルドネーダーのプレセールっていうのは本当一部の人にしか知らされてないのに。 まあ、新潟と広島でそれぞれ私たちがね知ることができて、まあ、そこに、まあ、あエントリーすることができたということですよねいや本当に深い縁を感じますねまあその前に山口陸さんのセミナーにお互い参加したっていうのもまた面白いですねだからなんかいろんなイベントとかねセミナーがあって、まあ、選択肢に似てるんでしょうねきっとね <laughs> はいというところで今日に至ると。 いうことでございま,すまあ、あの、情報発信していると、まあ、いろんなね、石が飛んできたり、花束が飛んできたりするわけですけども、まあ、すべてが自分を鍛えるためのね、えーまあトレーニングだと思いまして、まあ、感謝感謝、2に感謝、3、死がなくて5に感謝していこうかなと思っております。いや、そんなとことですね、えナ、ー、ビさん、本当に、えー、おとを取らせまして、申し訳ありません。動画の方を送っていただきまして、ありがとうございました。えー、今ね、 深夜2時43分私もこれから営業開始でございますよろしくお願いしますそれではまた動画お待ちしております